はい。今日の一問一答ですね。介護支援分野、ケアマネジメントという単元になります。許宅サービス計画の実施状況の把握、モニタリングについて、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。モニタリングの結果は少なくとも一月に一回記録しなければならない。モニタリングの結果は少なくとも一月に一回記録しなければならない。 というふうにありますが、これはその通りで丸になります。居宅サービス計画ですから、居、ま、宅、あ、介護支援ということですね。この居宅介護支援のモニタリング記録というのは、まあ、最低月1回というふうに決められております。まあ、これは品質のポイントになりますねで。介護予防支援というのがありますね。養支援認定を受けている人のモニタリングですよね。こっちの方はどういう頻度になっているかといったら、こっちも記録は月1回となっています。 介護予防支援のモニタリングの記録というのも月1回と、こういうふうになっているわけですね。ですから、居託介護支援、介護予防支援ともにモニタリング記録は月1回というところで共通していますから、まあ、これを押さえておくといいかなというふうに思います。ちなみに介護支援サービス、ケアマネジメントというものは全部で3つありますね。1つが居託介護支援、1つが介護予防支援、そしてもう1つが施設介護支援というのがありますね。施設に入所している人のケアマネジメントというのを、まあ、施設の 計画担当ケアマネさんというのが立てていますよね。まあこれを施設介護支援とこういうふうに言うわけなんですけど、施設介護支援のモニタリング記録ですね。これは実は頻度というのは定めがありません。一月に一回みたいな形で頻度が具体的に規定されているわけではないんですね。どういうふうになっているかといったら、定期的にというふうになっております。定期的に実施するというふうになっておりますので、ここもよく引っ掛けで 聞かかかれれててきますから、まあ、それを押さえておくといいかなというふうに思いなもう一点ですね。もう一点だけちょっと補足しておきたいなと思うんですけど、この居宅介護支援と介護予防支援ですね。で、モニタリングを行う際というのは、まあ、原則居宅訪問とこういうふうになっているわけなんですけれども、この居宅訪問というのも、実は頻度というのが、これは定義されているわけなんですね。で、巨介護支援のモニタリング。 ですね、これ、居宅訪問において行うというのが頻度として月1回という定めがありますつまりは最低月1回は居宅訪問をしてその上でモニタリングをせねばならないということですね。こういうふうに規定があると。ですけど介護予防支援の方はモニタリングの記録は最低月1回となっておりますけれども。 居宅訪問ににおけるモニタリングとといいうのははですす。ね、これは3月に1回となっていますつまりは3ヶ月に1回行けばいいといとうことですね。ここが居宅介護支援と介護予防支援の違いになりますのでその点も1点合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで居宅サービス計画の実施状況の把握モニタリングについて問うている今日の問題ですがモニタリングの結果は少なくとも1月に1回記録しなければならないというふうにありますが これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。